で、ですね、その他さほど重要でもないけれども、まあまあ、それぞれ存在感のある役っていうのがこの人たちでございますけどもね、まあもしかしたら書き漏らしている人がいるかもしれませんけどね、一応、主だったところはこんなところかなと。ゲスト的な人とかね、まずこの山下徳作、徳作って読むんでしょうね、多分ね、徳作って読むと思うんですけども、これ妄想の親父さんです。物語の第1話で妄想に付き添ってね、会社まで前戸商店までやってくると、ね、そして旦那に挨拶に来るというのがこの山下徳作でございますね、親父でございます、妄想の。それを三浦作郎さんが演じてますね。妄想はね、冒頭円卓でね、会社っつうかその前戸商店まで来るわけですよ。その円卓に乗っ、その円卓の運転手が西川清さんが演じてるんですね。なぜかこの清さんがね、ちょくちょく出てくるんですよ、この後も。その時の役は円卓運転手じゃないけどね、いろんな役でちょくちょく、特に正月とかね、そういう節目の時に出てきます。で後にね、安志さんも出てくるようになります。まあゲストとしてね、ちょくちょく出てくる。このお二人はね、清さん、安志さんはちょくちょく出てきます。で この時は第1話では清さんは円卓の運転手でさ、妄想が円卓で乗りつけるんですよ。で武田とかはね、タクシーで降りてきたからお客さんだと思って丁重にもてなすわけで、デッチが一人来ないな、新しいデッチのその新入式なのにね、デッチが一人来ない、遅刻してきてんなってんで、んで、岡田支配人がお客と思ってね、その妄想を手厚くもてなすわけですけども、話してるうちに、なんやデッチやないかっていう話になって、デッチの分際で己はタクシーで来たんかみたいな感じでね、もういきなり冒頭からして妄想は睨まれちゃうわけ。まあその円卓運転手が西川圭さん。しかもさ、妄想はタクシーで来てんのに、親であるね、その親父さんは歩かせて来てるわけよ。で後から親父さんが来るわけ、歩きなんでね。でなんで親を歩かせてオンドレがタクシーで来とるんやみたいな話になるんだけど、その時にね、親父さんが言うのは、うちはその銭金は別なんだと、親でも子でも別なんだと、ね、稼いだ金は別にやってるんだっていう、そういう方針なんですっていうことを、まあ、言うわけですよ。そういう説明するわけ、妄想もそういう説明するわけで、なんでそういう家になったかっていうと、実はこのね、親父さんね、もともとが確か庄屋だと思ったんだけど、だからもともと結構大きな家だったはずなんだけども、割とね、まあ、この親父さん人がいいっつうかな、なんか押しが弱いタイプで、周りに利用されたかなんかでどん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 家が没落していってるらしいんですよ。まだこの立志編の時にはそんな細かい説明ないんだけど、だもんで嫁さん、つまり妄想の母親にもね、もうバカにされまくってる、かわいそうなお父さんなんです。妄想からもバカにされてるし、あ、どっかしらね、どっかしらバカにされてるし、もう奥さんにはね、もう徹底的にバカされてるっていう、ちょっとかわいそうなね、お父さんなんですよ。次、イモイ、このイモイを岸辺四郎さんが演じてるんですが、イモイって誰かっつうとね、どんな人かっつうと、妄想と尾坂がね、夜間学校の英語教室に通うんですよ。これから商人には英語も大事だってことでね、前戸の旦さんがね、芸者通いという後ろめたいところを弥生さんに知られちゃったんでね、で弥生さんはその尾坂くんとか山下くんを英語教室に通わせてあげて、夜学に通わせてあげてっていうふうに言って、でまあ渋々前戸の旦さんが英語教室に通うことを認めるね。それで、その英語教室で妄想との後ろの席だったかなになった同級生がこのイモイなんですよ、岸辺四郎さんの。でさ、同じく夜学に通ってる身でね、で聞けばそのイモイもどっかのね会社で営業やってるらしいんだけれども、イモイがさ、仲良くなったあの印にさ、芸者遊びに行こうって言い出すわけで、尾坂は行かないんだよね、やっぱり慎重な人間だから。だけど妄想は行くわけ、一緒に遊びに行くわけで、その芸者遊びに行って、そこにいた芸者がこの糸地と千代菊っていうことなんですけどもね。でなんでこんな芸者遊びできるんだっていうふうに聞いたらば、株で儲けたんやっていうわけよ、芋井が。みたいな感じでね、妄想はまあごちそうになるわけなんだけども、
で後々ね、このイモイがね、まあ、偶然後々その妄想がこのイモイと会うんですけどもね、でイモイ金貸してくれみたいな話になるんだけど、金みたいな感じでさ、もうさ株なんかあかんでみたいなもう株で金全部吸ってしまって吸ってんてんやみたいな感じになる、なるわけよ後々。まあ結構割と すぐにね、だからこの立志編1のところですでにもうそんななっちゃうわけで、なんか俺はこれからもう体売られるんやみたいな感じで、なんか多分談笑なんだろうね、談笑つまり男の娼婦みたいなさ、そういう談笑みたいなそこまで身を落としたみたいな描写があるのよ。で男に買われていくみたいなさ、でそれでいなくなるかと思ったらそうでもなくて、もっと後にもまた出てくるのこのイモイは。後々ねやっぱりこのイモイもちょくちょく出てくるんだよね、いろんな役で。いろんな役っていうかイモイはイモイなんだけれども、いろんな立場で出てくるのよ。で最初の時はもう羽振り聞かせてさ、妄想に芸者遊びをさせてやるっていう、そういう人間だったのが談笑まで身をやつすっていうね、まあ、そんな感じでとりあえずはいなくなる。でその妄想たちが行った芸者屋さんね、にいたのが糸地と千代菊っていう芸者なんだけど、実はその時に前田の旦さんもいたわけ、別の部屋でね、もちろんでね、それを妄想に知られちゃいけないっつうんで必死に隠すっていう、そういうくだりがあるんだけど、その糸地っていうのは前田の旦さんがずっと世話してた、つまりまあ年頃だったそのお店の、まあ言ってみれば顔みたいな芸者ですね。で千代菊っていうのは若くてもピチピチの芸者で、だから人気も高い、お客さんの人気も高いっていう、そういうまあ芸者で、その代わりなんか向こう気が強くてね、その糸地姉さんにも結構逆らうみたいなさ、そういう芸者なんですよ。それをまあ糸地の方、糸地姉さんの方を扇千景さんが演じていて、で千代菊の方を長谷川清さんが演じてるということでございますね。まあ、この糸地と千代菊の出番も少ないですけども、まあまあ印象に残ってる役ですね、結構ね。で前田の旦さんとこの糸地との関係は結構深かったんで、いろいろねごちゃごちゃ痴話喧嘩みたいなことがあるんですけどもね。で前田の旦さんは若い千代菊の方にまたご執心になり始めてるんで、で糸地の方でね関係切らせてもらいますみたいなこと言うと、んだったら金返せやみたいな、そういう前田の旦さんっていうのはつくづくね、人間性がなかなか卑しい人だなって感じの描かれ方をしておりますね。ここでお知らせをご覧ください。それから最後、この年村瑞江って読むんですが、この年村瑞江を星百合子さんが演じておりますね。この人も出番はそんなに多くないけど非常に重要な役で、この人はね、あのカフェの女給だったんですね、一番最初登場の時は。で前田の旦さんが武田を、まあ、説得するためにね、そのカフェに連れていく、まあ、説得するための話し合いとしてカフェに連れていくんです。何の説得かっつうと、武田が食ってかかるんですよ前田の旦さんに。というのは妄想がお嬢さんとそれから武田との縁談をなんとか破談にしようとするんですね、お嬢さんのために。お嬢さんは妄想のためにね、いろいろと力になってくれている、ね、妄想に目をかけてくれている、しかも夜学にも通わせてくれたお嬢さんがね、というところでいろいろそれで英語も教えてくれたんですよね最初の頃。でお嬢さんにお世話になってるし、で自分もやっぱお嬢さんに憧れがあるし、で多分お嬢さんも自分のことを好いてくれとるっていうのが感じるんだろうね。だからその武田との縁談を破談にしたいとね、それで旦さんに直訴するわけですよ。武田の倍打ったらこの話をなかったことにしてくれ。で旦さんの方はさ、あそれで妄想が売ってくれるんだったらね、店のためになるし、しかも無理だろうと。武田って言ったらそれなりにね、長年やってて得意先も多い実力のある売り子だからさ、外交だからね。だからもうそれを入社したばっかのでっちりの分際が倍売るなんてことは絶対無理だよなって常識なら思うんで、ああええよと、もう倍売ったらなみたいな話になるわけで、その話を耳にした武田が、旦さんほんまにそんなこと言うたんでっかみたいな感じで食ってかかるわけで、まあまあ落ち着けって言って連れて行ったカフェの女給が
この利村瑞江だったんですね。まあ、そこでは源氏名があったんですけども、その正体は利村瑞江というね。でその正体についてはなかなか前田の旦さんにも言いたがらなかったんですけどもね。ただそのお店では本当だったらこんなお店で働くような子じゃおまへんでっていう感じの紹介のされ方をするわけ。お嬢様なんですよみたいな感じでね。それを星より子さんが演じて、でこの利村瑞江はお正月からね、始まった年の次のお正月、次の年の最初の放送、お正月の放送から登場するんですよ、何回かね。だからまあ新春ゲストみたいな感じの登場の仕方をするのが星より子さんで、その新春の放送でね、冒頭でね、山下毛造としてではなく西郷輝彦さんがね、西郷輝彦ですって言って、あの羽織袴でさ、でなんだ金屏風の前で、まあ津々浦々全国の視聴者の皆さんにって感じで新年の挨拶をするわけ。そんな感じでこのドラマね、毎年毎年正月は結構豪華に作ってるんですよ。昔のやっぱテレビドラマってそこら辺がちょっと違ってね、もうお正月は特別って感じで作りになってる、このドラマはね。まあそれも後々いろいろ正月こうだったっていうのを忘れなければ言いたいと思うんですけども、まあ最初のお正月はそんな感じで、冒頭でモーヤンとしてではなく西郷輝彦さんが挨拶をして、でしかも新春特別ゲストって感じの星百合子さんが出るという感じね。そうです、皆さんご存知の方多いと思いますけれども、これが多分きっかけだと思うんですけども、花と小箱さんは星百合子さんと再婚なさいますよね。ね、後々何年後かにお二人はご結婚される、花と小箱さんと星百合子さんがね結婚されるっていうのは多分これがきっかけだというふうに思いますよ、時期から考えてね。まあ、花とさんが星百合子さんを好きでそれでブッキングしたのかどうかよくわからないですけどね。まあ結構ね、作家さんとか原作者の人とね、その女優さんがくっつくっていうのもまあたまにあることでね。でじゃあこの利村瑞江ってどういう役かっていうと、割と重要な役で、実はね、そのカフェの女給をしていたけれども、実は兵庫県の利村商店という老舗の商店の娘さんだったんですよ。ところがその利村商店っていうのは老舗の店なんだけれども、先代、つまり自分のお父さんがね、ある男に騙されちゃって、で大金をね取られた、大金を取られたっていうか大金を使う羽目になっちゃって、でそれが元で傾いちゃったんですよ。で店が傾いてはいるけれども、なんとか続けたいね、お父さんの遺言もあるし、なんとか続けなければいけないっつんで、まあ、夜はそのカフェで働いてるっていう感じなんですよね。しかも地元でやったら、まあ近所の噂になっちゃうから、大阪まで出てきてカフェで働いてると、ね、資金稼ぎをしてるという感じなわけです。でその前田の旦さんともそこで知り合って、でお金をなんとか都合つけてもらおうとしたりするんだけどもね、前田の旦さんがまた例によってさ、まあ、最初の時はびっくりするんだけども、例によってねちょっとスケベ心を出すわけです。まあ男だらそうなるかもしれないけどもね。んで、そんなことはできませんって言って、まあ瑞江は断るわけだけどもね。まあ、そういうのが裏でありながらですよ、一方表では偶然にも毛造が得意先回りで、得意先を販路を広げようとして、兵庫の方にも顔を出してるんですよ、毛造が。でこの利村商店にたまたま毛造が行くわけ、同じ時期に。まあそこら辺、まあドラマですからね、所詮はね。偶然毛造も利村商店の方に顔を出してる。でその利村商店ってのは傾いてるから売るものもないわけ、仕入れることができない、お金がないから仕入れるお金もないし、でそれまでの得意先はみんなもう借金の山なんで、もうお宅には現金じゃなきゃ売れまへんでっていうことになってる。で品物がないの、店が空っぽなの、ほとんど。そこに毛造が飛び込んでいって、買うてくれまへんかって営業するわけ。それたらね、そこの主人の代役である、まあ事実上の主人ですね、もうお父さんはいないんだから、そこのまあ主人であります水江が出て、
売ってくだはるんでっかみたいな話になるわけよ。兵庫ってのは変わっとりまんなって、買ってくれる方が売ってくれるんですかって言うんですかみたいなね。ほんなら、売ってやるでみたいに言わな、なれまへんなっていうところから始まるんだけれども、でね、結局はね、その豊島商店の噂っていうのはもう大阪までも響いていて、有名な店なんでね、老舗の有名な店なんで、あそこはあかんってもう支配人が言うわけ。あそこは潰れるんだって言ってね。毛蔵は最初行った時に1万円も買ってくれるっつんで、これはすごい大得意を見つけたっつって持って帰るんだけど、その支配人、お方支配人は知っててさ、やっぱり古い人だから知ってて、で、あそこはダメだ、そんな手形切ってもらったぐらいじゃ売れんっていう話になるわけで、まあいろいろ吸ったもんだあってね。で、結局はね、なんとかしようとね、その水利村商店を助けてあげたいって話になってね、そのあまりにもひでえ話なんで、その先代のお父さんが騙し、お金を騙し取られたっていう話があまりにもひどいんで、なんとか毛蔵は助けてあげたいと思うんですよ。で、大石将軍の知恵を借りて、そしたらばね、なんとかその元のやつから取り立てたらいいんじゃないかと。その利村商店から騙し取ったやつからお金を取り立てたらええやろっていう話になって、毛蔵がひらめくんですね。で、結局詐欺に近い形でお金を取られた相手だから、じゃあ詐欺に近い形で取り返そうっていうふうに毛蔵が案を練るわけですよ。で、その利村商店からお金を、騙し取ったやつが表向きに名前とか顔を出さないで新たに店を開店したっていう話を聞いたんで、で、そこに毛蔵たちが乗り込んでいって、で、毛蔵と尾坂がですね、2人して乗り込んでいって、で、なんとか詐欺に近い形でねやり返してお金を奪うんですよ。奪うっつうか、その品物を奪うんですね。お金っていうか品物の納品証みたいなのを奪うんですよね。で、その時に協力してくれるのが岡田支配人と倉崎なんです。この2人のベテランがね、毛蔵たちに協力してくれるわけ、で、岡田支配人も、そのね、利村水江の水江さんのね、店を思う気持ちに打たれて、まあそんな詐欺みたいなことはとてもできんけれども、本当はできないって一番最初はもちろん断るんだけども、まあお嬢さんのね、店を思う気持ち分かりますって、ということで、まあ店を使わせるわけにはいかない、その前戸商店を使わせるわけにはいかない、支配人として前戸商店は絶対使わせられないけれども、まあ店の前だったら、店の中に入らない、店の前までだったら、協力したるっつって、で、店の前とかね、それから兵庫の利村商店まで行ったりして、非常にがっぷりとね、この毛蔵に協力してあげるっていう、岡田支配人だ。ここで岡田支配人は毛蔵側に完全になるわけ、ね、で、この事件を境に岡田支配人とか倉崎は毛蔵とか尾坂とかとつながりががっちり深まるんだよね。ここでお知らせをご覧ください。で、まあいろいろあって、水江はそのお父さんを騙した相手からお金を取り返すことに成功して、ね、ちょっと非常に強引な手段ではあるんだけどもね、相手はもともとその詐欺みたいなことでお父さんからお金持ってってるわけだから、そこは遠慮がなくね、お金を取り返して、で、そのお金でもって毛蔵からたっぷり注文するわけ。1万円ぐらいの2万円か2万円ぐらいの注文をするわけよ、当時のね、お金で。で、そのお金が毛蔵の売り上げに加わって、武田の3倍の売り上げってなっちゃうわけよ。それで武田がね、負けるわけ。武田負けるんですよ。それでもって毛蔵に負けちゃう。で、縁談もご噂になるんじゃないかって武田が食ってかかるわけね、そんなって。ところがさ、これまたドラマだからあれなんだけど、ちょうどね、そのお嬢さん、由美香織さんが演じてる弥生がね、これの少し前あたりからってやり始めるわけ。肺病を患い始めるのね。で、武田が負けた、クソーってなってる時に、前戸文治がさ、前戸の旦さんが青い顔して入ってきて、で、食ってかかってる武田にね、それどころじゃない、
弥生が病気なんやって言ってて、えって武田を びっくりするわけで、肺病って知ってね、危なかった、その肺病闇を嫁さんにもらうとこだったみたいなこと言うわけよ。それで毛蔵がそれ聞いて怒って、武田に食ってかかんのね。で、旦さん、あんたがこの店を継がせようと思って、一生懸命ね縁談進めてた相手はこんな男だったんですって言って、で、前田の旦さんがね、さすがにその言葉に呆れて、武田お前はクビやって言うわけよ。で、武田がさ、あ、そうでっかって、確かにわいはこの店を継がせられるって聞いて、で、お嬢さんと一緒になるために、いろいろ一生懸命やってきて、ほんでやってきましたわ。だけどこの中で自分だったらそうやらないって言い切れるものおるかっていうふうに開きなっちゃうよね。ほいで、もうそうだ、俺は確かにそうだった、お前辞めたるわ、でもわしが辞めたら物売れんようになるで、ここにいるみんなワイについてくるんや、まあ、前々からねそういう話何回もしてたんで、もう店出ていくって話は何回もしてて、でその度にね、前とのお旦さんが、ああ弥生、そのうちお前に弥生くっつけるから、まあそう辞めるって言うなやって言ってたんだけど、まあそういうそんな感じで武田はたびたびね辞めるって話をしてて、で周りの仲間もね、辞めたら武田さんついていきますって話があったわけよ、それまで何回も。でいざ武田が辞めるって話になった時に誰もついていかない、当然ね。お前はクビやって言われた後、武田がみんな辞めるでって言ったんだけど誰もついていかない。でもう一人だけね、武田の一の子分みたいなやつがいるんだけど、でその男だけはね、武田はもうついてきてくれると思ったら、その男もさ、アンさん本当の数字は山下に3倍負けてたんですぜってね言われてさ、そんな男についていくことはできない、だけど今更山下の下で働くのも嫌だから、わてはもうあんたより先にここ辞めますって言って辞めちゃうのよ。で結局武田についていく人間は一人もいない。で孤独のまんま武田は店を出て行って、でお脇殿のとこに行くわけよ、行こうとするわけ。ところがそこで堤先生に出て行けって追い出されるというね、武田はもうボロボロになって捨てられる、町に放逐されるっていう、まあちょっとね、まあかわいそうっていうか、それまで散々モーヤンとかいびってて憎まれ役だったから、多分視聴者はかわいそうと思わなかったかもしれないけど、なかなかねかわいそうな人なんですよ、この武田って人も。だってさ、武田の方はさ、モーヤンと違ってさ、ずっと店のために黙ってね、いろんなことを我慢して働いてきてるわけよ。で武田自身が言うようにさ、お嬢さんお前にやるから一生懸命やれよって言われててさ、そりゃその気になるよねっていう話でね。で昔そういうことっていうのは珍しくなかったわけだから、お店でねそういうことっていうのは珍しくなかった、実際にあったことだからね。だからそりゃ武田はそういう気持ちで働くだろうし、そこはね全然かわいそうなんだよね、やっぱりね。モーヤンと違ってさ、店のために身を粉にして働いてきた人なのに、最後そんな放逐されちゃってさ。ただお脇殿に関してはね、まあ、お脇殿もさ、まあ、欲望の対象としか扱ってなくて、でお脇殿いいように使ってきて、でまあ弥生さんとの縁談が出たらさ、ポイって捨てるっていう、そこはまあ確かにひどいんだけどね。だから堤先生が武田を放り出すっていうのは、それは当たり前のことだよね。まあそんな感じでね、この第1部立志編の最初の部分っていうのは VS 武田ね、モーヤンとその番頭である武田との戦いなんだよね。しかしそれにモーヤンは勝利すると、そして武田は放逐されるということでございますね。で、武田がいなくなった前戸商店エースとなりますから、しばらく旦さんはそのモーヤンを手厚くもてなすという話になっていくんですが、それはまた次回以降で語りたいと思います。ビートルズを語り合う企画もついに傑作の誉れ高いラバーソウルの話となった。今や村上春樹の小説でも名高いノルウェーの森の世界。次回、歌謡ショーは歌謡ショー、ビートルズラバーソウルで語り合うにご期待ください。